アピールして。もっと早く待って。あれよ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 。あれよ、加藤、はい、聞きましょう。さあ加藤が対決するのは何対決でしょうか、うん、こちらロシアンオナラ空気砲対決。いいじゃん、いいらしいさ、これいいじゃん、いいじゃん。誰と対決したいですか。はい、やりたい。いや自分でお前が言うもんじゃないから、あはいやりたいじゃないです、あ加藤が選びますから。さあ加藤、誰と対決したいですか。勝てそうだから上、勝てそうだから、さくらちゃん。宮崎さくら、なぜ宮崎さくらを選んだかと。やめてよ、さくらの隣こういうのに合わなそう。さあ言われてます、宮崎どうですか。あの風船とおならが苦手なので。あ、風船とおならが苦手。おなら得意って人もいないですよね。そういう話ですよね。こちらの2つのうち1つはいい匂いでございます。ただしもう1つはオラガラの匂いを忠実に再現させていただきました。さすが。今から2人にですね、好きな方を選んでいただいて、同時に、空気砲を発射いたします。オナラの匂いがする方を選んだ人を負けとさせていただきます。柏木さんの臭い方が美味しい。そう、柏木さんが代表ですから、ね、リアクションですよ、でもカトレナのなんかプロフィールのとこに今一番欲しいものは運って書いてあるんですよ。あだから、なるほど、うん、オナラ空気砲の餌食となるのはどっちだ。さあどっちでもいいですよ。じゃあこっちでいい。お、いいの。宮脇はそっちを選んで、さあ加藤はそっちでいい。さあ異議なしですね。はい、わかりました。それでは参りましょう。3、2、1、発射。きた。ああ、いい匂い。いい匂い。嘘。おっと、これはどういうことなんでしょう。両者臭がりません。もう一回スタッフのもう一回という指示が出ましたが、ちゃんと顔を当てにいってる。あれ、ちょっと待ってください。違う、どっちかがおならの匂いに慣れてるんじゃない、もしかしてこれ。あれ、匂い音痴がいるぞ、匂い音痴がいるぞ。おかしい、おかしい、おかしい。さすがだ、峯岸で確認してください。さあ、はい、HKT と。はぁ、はぁ、いきますよ。どうして、なんでこんなの、本当にやだ、どうしよう。3、2、1、発射。おならの匂いはなんと宮脇側。先輩指原は一発 KO だったが、指原どう。いや、鼻ねじ曲がってる、マジで。いや、おかしいでしょ。あ、どこだ、どこだ。さくらの家が臭いのかなとなる。さくらは家が臭いのかな。あ、ないな。でも、でも、そんな、指原こじ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 、バカ、そんなわけないよ。ミヤキこじき、ミヤキこじき、なんで、なんで強、もうここまで来たら強。これめっちゃおもろいんだけど、これなんで、お仕置きのお時間でーす。わわわ、おならでやられた人に。予告のとこに使われますからね。